はい、今日はね、つむつむ公式 YouTube から新つむの情報が出ましたので、その映像を元に、まあ、どれくらい強いのかっていう考察をしていきたいと思います。で、早速映像を見せるんですけど、こんな感じですね。新つむ登場と、レスキューレンジャーチップ、これチャームつむですね。縦ラインからの特殊ボムで、デールの方もチャームで、横ラインからの特殊ボム3つですね。で、ガジェットが狙い定めたところを消去してくれるというスキルになっております。で、もう右の方にある程度書いておきました。で、チップの方が、縦ラインプラス特殊ボムということで、この特殊ボムが結構範囲広めですね。うん、30消去くらいしてくれるボムということで、まあ、かなり消去数稼げます。で、コイン補正がね、マイナスの3段階。ありますね。縦ラインの方で3段階です。これ25消去して92枚しか入ってないので、マイナスの3段階ですね。一応画像を見せると、ここですね。ここと一緒。雪エルとかそこら辺、25消去で92って、ね、ギリ見えると思います。ちょっとね、画像ちっちゃくて申し訳ありません。で、特殊ボムの方がね、32消去して、これ124枚なんですよね。ということで、マイナスの4段階になると思います。32消去すると、マイナスの3段階だとね、147コインなので、数字合わないんだよね。で、マイナスの4段階だと、32消去のところ、125コイン。入るっていうことになるので、この特殊ボムが大妻扱いなんですね。このボム触れるときにゴーって見えるので、これ大妻なんですよ、扱いが。ということで、これ大妻が最初に処理されると、最初の4チェーン分4個分がカットされて、1コインがマイナスになる。このピンクのところ1234で、4のところが1コインが入っているので、これがなくなってしまうんですね。ということで、125枚入るところが124枚になるという計算になるので、特殊ボムの方がマイナスの4段階になります。はい。で、必要積むがね、これね、わかんないんですよね。下の方さ、文字がごちゃごちゃしてて、しかも暗く設定されてるので、ゲージの溜まり方がね、よくわかんないです。で、一応この縦ラインプラス特殊ボムで消した枚積む量が23個なので、23以内であることは多分確定なんですよね。まあ、この性能からいくと21とかそれくらいな気するけど、まあ、とりあえず23個では溜まってました。で、まあ、簡単な考察なんですけど、演出的に縦ライン消去の画面の上半ってあると思います。まあ、天井って言われるやつだね。これ上ポンっていくと、画面の上の方まで線が伸びてるので、一応まあ上の方は消してくれるんじゃないかなってとは思うんですけど、ただスキル中もツムが動くのか動かないのかで少し変わってくるので、もし動かないのであれば、ボムキャン繰り越しとかで消去数は増やせるので、まあ、あのコブラジャファーとかスタイリッシュクレーラーとか、あそこら辺みたいな画面上の方をがっつり消して消去数を増やすっていうやり方ができると思うので、それができるかどうかで少し変わってくるかなと思います。ただそうなると、スキルループせっかくチャームでツムつなぎやすくて、ボムギャン繰り越しとかゲージ繰り越しめちゃくちゃしやすいのに、特殊ボムが絡んでくるので、そうするとそういうスキルループ連発みたいな、プレイの仕方には邪魔になってしまうので、ちょっと微妙なところかなと思います。特殊ボムが邪魔しちゃってる可能性あるね。何にせよマイナス補正があまりにも痛いので、コイン稼ぎは結構辛いんじゃないかな。まあ、近い積むでいくと、それこそプリンセスシンデレラが一番近い。これも横ラインして、特殊ボムでなんか20だか30だか消してスキルが回るような感じだったと思うので、これが同じマイナスの3段階。ただこっちのチップだっけ、デールだっけ、チップの方か、チップの方はマイナスの4段階までかかっちゃってるので、よりコイン稼ぎしづらいかな。キャベツミッキーも40消去連発だけどマイナスの3段階だし、少しきつい気がするんですよね。ここまでマイナス補正をかける意味はなかったと思います。むしろレスキューしてほしいけどね。はい、続いてレスキューレンジャーデールの方ですね。横ラインから特殊ボム3つ出します。
で、こっちの特殊ボムは範囲が広くなく普通の範囲ですね。マジカルボムと一緒くらい。その代わり3つ出てくるよという感じです。で、コイン補正なんとこっちマイナスの4段階でしたね。横ライン消去で、これ33消去して133枚しか入ってなかったので、ジェダイとかと一緒の補正率になります。さっきのチップよりも少ないからね。で、特殊ボムの方は補正なかったですね。15消去して46枚入ってたのって、これは通常通り補正なしのコイン数になります。で、必要詰めがね、これ20かなっていうところ、最初の横ライン消去で10個消してるんですね。で、10個消してね、ゲージがね、多分半分溜まってるんですよ。半分くらい。多分ギリギリ見えると思うんですけど、半分くらい。ただ、その後ね、この特殊ボムで11個。ここ15の中の7個消してるんかな。で、左側消して、これ4消して、11個、2つ、ボム2つ消して、毎粒11個消してるんですけど、スキルが溜まってないので、うん、特殊ボムで消した分は反映率低めなのかなって気はしてるんですけど、少しね、少し、どうなのかなってところ。なんで、まあ、必要詰めでいくと、まあ、20か21か、それくらいな気するんだけどね。さすがに11個消してスキルたまらないってことあるって思ったけど、あといくつでスキルがたまってるのかわからんもんね。でも下のゲージ見る感じ、やっぱ半分くらいは多分いってるんだよね。33消去、まあ10個消して半分以下ではないと思うので、この特別な特の感じの部分を絶対超えてるので、うん、なんで一応まあ、考えとしてはその特殊ボムの方が反映率低めになるのかなって気はします。で、爪の性能なんですけど、スキルプラスボムの消去でスキルはほぼ回ると思います。これまあ低スキル、スキル4くらいからガンガン回ってくるんじゃないかな、この感じでいくんであれば。で、スキル中も爪が動いて、あの横ライン消去を確実に、その30消去とか消去数が減ることがなければ、ゲージ繰り越しとかしてスキルがもっと回りやすくなるので、かなりいいと思います。ただね、まあこっちもそうなんだけど、マイナス補正があまりにも痛いので、こっちもコイン稼ぎ厳しいと思います。全然稼げないと思うもんね、これ。はい、最後はガジェットですね。画面をタップすると、そのタップしたところの周りのツモを消すよというスキルになっております。で、これコイン補正がわからないですね。31消去してコイン補正なしなら1539枚まで行くはずなんですけど、210コイン入るので。ただこれがね、1408で止まってるんだよね。これコマ送りで見ていくと、ここで画面切り替わってしまうので、ただこのコイン数、このうじゃうじゃ入ってるコイン数からして、こっから100枚くらい増えるかなってところなので、多分補正なしだと思うんですけどね。まあチャームでもないし、普通のツムなので、変にマイナスかけることはないと思うけど、この消去量でね。なので一応補正なしだと思います。で、必要積むは多分 15? これ毎積む確か6個消して3分の1を過ぎてるくらい、うん、7個消して多分ゲージ半分いかない気がするので、これもう1個消して多分15だと思います。多分。で、ツムの性能に関してはあまりにも普通です。必要ツム、消去数、コイン補正、どれを取っても普通なので、まあ、特に言うことないんですけど、一応1点、まあ、言えるとしたら、これスキル中ツムが動かなければ、この表示合わせるとき、ボムキャンとかして、画面のツムを、上の方に持ってって、その上のところをシーバーズみたい。キャプテンライトイヤーみたいに画面上の方で消去できたら、まあ消去数増やすみたいなことはできるんじゃないかなって気はするんですけど、まあ多分できないよね。多分この演出中にちゃんとツムが降ってきて、狙いたいところちゃんと狙ってくださいよっていう感じがするので、うん。まあ多分できないと思うけど、一応ツムが動かなかったら、まあシーバーズみたいなこと、で、まあ、画面上の方のツムを消すみたいなことはできると思います。まあ、それができたところで、あんまり強くないとは思うんですけどね。一応考察としてはそんなところです。はい、3体のツムを簡単に評価したのがこちらになるんですけど、チップデールに関してはチャームのツムなので、まあ、チャームでツムがつなぎやすい、使いやすいっていう点と、まあ、スキルが回りやすい
あのスキル映像から見て、まあ、スキル使ってボム割るだけでスキルがループ溜まっていたので、まあ、スキルが回りやすいっていう点はあのメリットというかプラスのポイントだと思います。でただマイナス点としてはマイナス補正、コインのマイナス補正が痛すぎます。今月10月に出てたフック船長も同じチャームなんですけど、この粒はねプラスの1段階が入ってたので、まあスキルのね内容が全然違うんだけど、同じチャームでこっちはプラスなのにっていう感じがするので、何だったんだろうね。でガゼットに関してはもう普通すぎて特に言うことがありません。もうあんまりにも普通なので本当に言うことないですね。はい、ということで新チーム考察がこんな感じで終わりたいと思います。一応10月と比べてどうなのかっていうところなんですけど、まあこの3体見る感じ11月の新チームね全然強くないと思うので、まあとりあえずコインは温存でいいと思います。また11月ステッカーブックとかがまた連チャンで来たりしたら1体は必要にはなるんですけど、現状そんな無理して取る必要はない性能だと思うので、まあ、とにかく温存でいいと思います。10月の新ツムまだもしゲットしてないとかね、今のこのフック船長とかジャファーとかもし欲しいツムがいるんだったら今のうちにちょっと引いといた方がいいと思います。ではありがとうございました。バイバイ。